こんにちは。皆さん、今回の動画では、動物行動学者かつチンパンジーの研究で有名なジェーン・グドールに焦点を当ててお話しします。ジェーン・グドールは1934年、ロンドンで生まれました。子供の頃から動物への深い愛情と、アフリカへの憧れを抱いていた彼女は、26歳でケニアへと渡り、その後タンザニアのゴンベで、これまでにない直接的な野生チンパンジー研究を始めることになります。動物行動学者としての彼女のキャリアは、これが発端となり、地道な観察と記録を積み重ねていくことで、後に大きな成果を上げることとなります。グドールがチンパンジー研究に情熱を燃やすようになったのは、ゴンベに到着してからのことです。野生のチンパンジーとの最初の直接的な接触には時間がかかりましたが、彼女は諦めずに日々観察を続けます。やがてチンパンジーたちは彼女を信頼し始め、彼女はチンパンジーの社会構造、感情、コミュニケーション方法などを詳細に学ぶことができるようになりました。これらの発見は、当時の科学界に衝撃を与え、多くの先入観を打ち砕くものでした。従来の研究では用いられていなかった個体を名前で呼び、その個性を重視するという手法を取り入れ、グドールはチンパンジーたちを個々の個性ある存在として扱いました。彼女のこのアプローチは、野生動物研究において新たな地平を開き、動物たちの行動や感情が人間と共通していることを明らかにしました。例えば、彼らが道具を使い、複雑な社会関係を築いていることや、感情表現が豊かであることなど、数多くの貢献をしました。ジェーン・グドールは、今なお進化論や生物学、動物行動学の分野において、その業績が語り継がれています。彼女の研究手法は、チンパンジーだけでなく、他の多くの野生動物研究にも大きな影響を与えており、人間と動物との関係を考える上で重要な指標となっています。動物行動学におけるパイオニアとしての彼女の足跡は、これからも長く研究者たちに刺激を与え続けるでしょう。ジェーン・グドールが示した最も衝撃的な発見の一つは、チンパンジーと人間の行動の類似点です。私たち人間と DNA のほぼ 98.7% を共有するチンパンジーは、複雑な感情や社会構造、さらには道具の使用まで、私たちと驚くべきほど似た行動を示すのです。グドールの長年にわたる緻密な観察によって、これらの類似点は科学的な根拠を持って明らかにされました。チンパンジーは喜び、悲しみ、怒り、愛情などの感情を表現し、また複雑な社会関係を築き、共感する能力を持っていることが分かったのです。特に道具の使用は、人間だけが行う能力と考えられていた領域でしたが、グドールはチンパンジーが野生でアリを取るために枝を道具として使う様子を観察し、これを世界に報告しました。このように、彼女の研究は、チンパンジーが感情豊かで知的な生き物であることを示し、人間との共通点を浮き彫りにしました。その結果、動物に対する私たちの認識を根底から変えることに貢献しました。ジェーン・グドールの哲学は、すべての生き物が相互に依存しているという深い理解に基づいています。彼女は、人間と自然環境、そしてそこに生きる動物たちが一体となっていることを説き、環境保全の重要性を訴え続けています。例えば、彼女はチンパンジーの生息地を守るために、森林伐採や密猟に立ち向かい、地域社会の人々に持続可能な生活手段を提供するプロジェクトを推進しました。これは、環境を守りつつ、地域住民の生活向上を図るという彼女の哲学が具体的な形で現れています。グドールの研究とメッセージは、生物学や環境学において革新的な影響を与えました。彼女は、動物行動学だけでなく、環境倫理学や保全生物学の分野においても、新しい視点を提供してきました。例えば、彼女の影響を受けて、多くの研究者が伝統的な実験室内の研究に加えて、野生動物の自然な行動を観察する野外研究の重要性を認識するようになりました。また、グドールは教育プログラムや国際会議を通じて、環境保全の意識を高める活動を続けています。
彼女の設立したジェーン・グドール研究所をはじめとする多くの組織は、環境教育や持続可能な開発への取り組みを推進しており、これらは彼女のレガシーとして次世代に受け継がれています。ジェーン・グドールの業績は、チンパンジーと人間の関係を見直すきっかけを提供しただけでなく、私たちが地球上の他の生き物とどのように共存すべきかについて、深く考える機会を与えてくれました。彼女の研究とその影響は、未来に向けた環境保全運動の指針となり続けています。ジェーン・グドールは、ただの研究者に止まらず、環境保全のために積極的に行動する運動家でもあります。彼女が開拓した運動は、今日、世界中の環境保護活動に深く根付いています。その理由は、グドール自身が自然との結びつきを実感し、自然保護の重要性を世界に広めたからです。彼女は、チンパンジーの行動研究を通じて、人間と自然界の密接な関係を証明し、その保全のために声を上げ続けました。実例としては、ジェーン・グドールが設立したルーツ&シュートプログラムが挙げられます。これは、子供たちが自分たちの住む地域の環境問題に取り組むための教育プログラムで、地球環境の改善に対する責任感を育てます。このプログラムは、世界中で展開されており、環境保全意識の向上に大きく貢献しています。したがって、グドールが切り開いた環境保全運動は、今もなお多くの人々に影響を与え、地球環境の保護という共通の目標に向けて働きかけています。ジェーン・グドール研究所は、グドールの理念を実現するために設立された組織であり、彼女の研究と保全活動を継続的に支援しています。この研究所の活動は、単にチンパンジーの研究にとどまらず、地球上のすべての生命の共存を目指した多岐にわたるプロジェクトを推進しています。その理由は、グドールが自然保護だけでなく、持続可能な社会の発展にも重きを置いているからです。具体例を見てみると、ジェーン・グドール研究所は、アフリカの森林保護プロジェクトや地域コミュニティへの支援活動など、現地の状況に合わせた様々な取り組みを行っています。これにより、環境保全だけでなく、教育や女性の地位向上にも寄与しています。結論として、ジェーン・グドール研究所は、彼女の遺産を未来へと継承し、世界中の人々が参加する環境保全のハブとして機能しています。ジェーン・グドールは、環境保全は現在の世代だけの責任ではなく、未来の子どもたちへの教育を通じて、持続可能な世界を築いていく必要があると提唱しています。そのためには、教育が重要であり、子どもたちに環境に対する理解と愛を育てることが不可欠です。この考えに基づいて、多くの教育プログラムが実施されています。例えば、ルーツ&シュートプログラムでは、子どもたちが環境問題を学び、実際に地域社会で環境保全活動を行う機会を提供しています。これにより、環境に対する意識が高まり、将来的に地球環境を守るリーダーとしての基盤が築かれています。最終的に、ジェーン・グドールの提唱する環境保全の教育とは、単に知識を伝えることではなく、行動を促し、地球環境を守るための思いやりと責任を次世代に引き継ぐことを目的としています。